こんばんじゅうき、始まりました、ときめきトゥナイ。今夜もあなたにときめきをお届けします。パーソナリティのイタニャンコです。この番組はときめき&妄想が大好きなイタニャンコがあなたにときめきをお届けしていきます。どんな時もドキッとする瞬間を忘れずに、そんなイタニャンコと一緒に妄想世界へ飛んでいきましょう。早速コーナーに参りましょう。イタニャンコときめきメモリアル。早速いただいたお便りを紹介します。イタニャンコネームいい日旅立ちさんからのお便りです。ありがとうジュッキー。山手線でうとうとして夢の中へ。ぼんやり目覚めた時に、丸々くん優しいねの声が。どうやら男女で電車に乗っていて、その男性の肩を借りてしまっていたらしい。目的地まであと2駅あるし、今起きるのはなんだか気まずい。なのでぼんやりやり過ごして、目的駅に着いた時に目覚めて立ち上がった。そしたら彼から一言、おはよう。いや、なんかこれ身に起こりそうですね。これ現実に起こった話なんでしょうか。いや結構ね、板にもね、電車の中乗っててうとうとしてね、こうよくかかっちゃったっていう経験はありますけど、このお話はその一緒にいた女の子は彼女じゃないですよね。何々くんって言ってるから。だからその男の子に気があるんだけど、まだ彼女じゃなくて友達で、でもそんな男の子が他の女の子に優しくしているっていう、そのなんか女の子側のね妄想もできちゃうし、あーでもそんなモテ男が私に一目惚れをしたかもしれないという、そんな少女漫画みたいな世界がもう最高です。きっとね、この数時間後ね、コンビニとかで出会っちゃったらもうこれ運命です。これはイタニャンコときめきエピソード認定です。さて、このコーナーではあなたのときめきエピソードをお待ちしております。あなたのお話がどれくらいときめくのか、イタニャンコが独断と偏見でジャッジします。現実に起こったお話でも妄想話でもときめかせられたら OK。 採用された方はイタニャンコときめきエピソードに認定させていただきます。ときめき、イタニャンコがあなたの妄想をお手伝いします。以上、イタニャンコときめきメモリアルでした。